ご視聴ありがとうございます。連日ですがワンフェス2023夏どうかやっていきます。で今回なんですが、アミヤミさん、あのアミヤミホビーキャンプになります。でその中で、今回プリズマウィング編になります。で大型スタチューなしでやっていきますね。よかったら見ていってください。でまず最初こちらの初音ミクですが、メーカーさん一発目のフィギュアとなってます。まあ、そろそろ発売になると思うんですけどね、うん、どんな仕上がりで来るか非常に楽しみです。でこちらのドルフロ416なんですが、ほっとすいません、ほぼ撮れてませんでした。あの別動画でも投稿してますので、よかったらそちらで見ていただけると嬉しいです。はい、とか言ってるともう次に行っちゃってるんですが、四季森さんもですね今回初公開になりました。まあ、別メーカーさんとかでも展示がありましたので、なんか一気に来た感じがしますね。でプリズマウィングさんのも風になびく感じっていうのがとても綺麗な造形でした。でやっぱり別フェイスとか、あのイケメンフェイスですよね、うん、つくんですかね。あの詳細も楽しみに待ちたいと思います。はい、で、こちらのフィギュアがですね、もうめちゃくちゃ見たかったと言いますか、撮りたかったと言いますか、あの以前見た時は撮影禁止だったんですよね。で、まあ、今回は OK ということで、もうたくさん撮ってきちゃいました。メイドインアビス、リコ、レグ、ナナチスタチューになります。まあ、これだけ派手ですからね。お値段も 65,890 円だそうです。で一応ノンスケールとのことなんですが、まあ、そこまでは大きくなかったですかね。全高は27センチということで、まあ、元々キャラも小柄ですので、多分、まあ、7分の1、8分の1とかのサイズ感でのスタチューなんじゃないかなと思いました。で、一応ポリストーン製のスタチューということで、まあ、小型のプライムワンスタジオさんのスタチューって感じですかね。で、彩色も安藤健二さんとのことです。いやー、めちゃくちゃ雰囲気いいですよね。あとリコとレグっていうのはフィギュアも全然少ないので結構貴重だと思いました。あとプリズマウィングさん、ファプタのスタチューも出るみたいなんですよね。それもいつか展示で見ることができたらぜひとも投稿したいなと思ってます。で公式さんの方ではですね、ファプタの方もビジュアルなんか出てますので、メイドインアビスお好きな方ですね、ぜひチェックしてみてください。はい、でお次も個人的にはめちゃくちゃ気になるフィギュア、盾の勇者ラフタリアも今回展示されました。超可愛いですね。まあ、コメントもいただけたりして、確かにラフタリアならぬ、まあざとさっぽさも感じる造形なんですが、これ目が合うとやばいですよ。少し見上げると合うんですが、もう超可愛かったです。でこれはですね、またできれば後で詳しくご紹介もしたいなと考えてます。で現在はまだ開発進行中ということで、予約始まってないんですよね。詳細は出てない感じです。でまあアニメ3期も始まりますからね、また盛り上がること間違いないと思います。うん、とても気になるフィギュアの一つでした。はい、でお次もですね、すっごい気になるんですよ。プリズマウィングさんからもゆるキャンフィギュアが出ちゃいます。でしかも多分セットフィギュアですよ。シマリンとナデシコとスクーター付きです。いやー、かわいいし、でこの厚着の衣装の造形もリアルでいいんですよね。スクーターのテカリ具合なんかももう本物のような輝きでした。でまあこのボリュームだとなかなか高いでしょうけどね。これもまだ詳細は出てないんですが、うん、超欲しくなるフィギュアでした。はい、でお次はですね、もう結構前から予約も始まってると思うんですが、通り部のドラケンとマイキーも今回展示されてました。まあ、一応最新予約の方ではあるからですかね。でこの2人は別々販売となってまして、どちらも 36,900 円とのことです。まあ2体で約6万ですかね。うん、まあでも2人で揃えたいですよね。
旗なんかも布生地なんですよね。とてもリアルでした。で、案外東京リベンジャーズっていうのはフィギュアもそこまで多くないですからね。グッスマさんとかも出ますが、オランジュルージュからなので、結構女性人気とかそういうのもあるのかもしれないですね。はい。で、お次はもう完全に女性向けですよね。ビジュアルプリズン、ギルティアブリオンになります。すいません、全然わからない作品です。で、これだけはジオラマ台座とかじゃないんですよね。で、お値段も 27,390 円ということで、なんかやっぱり女性向けで買いやすさなんかも考えられているんじゃないかなとも思っちゃいました。はい。で、お次がですね、今回のプリンズマーウィングさんのフィギュアの中で一番すごかったです。シャドウハウスのエミリコとケイトなんですが、もう見てくださいよ、意味不明造形ですよね。これくらいのやばい造形だとシチューっぽいのもありそうですが、なんか見当たらないんですよね。ありますかね、見落としてますかね。いや、ほんとすごいですよね。で、まあシチューとかっていうのは場合によっては製品版になってからつくっていう場合もありますので、なんとも言いませんが、まあとにかくこれは本当にすごい、まさに芸術品でした。プライムワンスタジオさんならではっていう感じですよね。で、一応表記だと7分の1スケールスタチューってなってました。いや、これいくらしますかね。まあでもこれは作品お好きな方にはたまらない一品なんじゃないかなと思います。本当にすごすぎるフィギュアでした。こちらもまだ予約始まってませんが、お好きな方ぜひチェックしてみてください。はい。で、お次のこちらで最後となります。で、これだけ未彩色原型の展示だったんですが、フラワーイミテーションっていうんですかね、フラワーというキャラになるんでしょうか。で、来ましたよ、絵師猫様のイラストのフィギュアです。猫さんのイラストってほとんどフィギュア化されてしまうんじゃないですかね。すごい数になってきましたが、まあでもこれもおしゃれかっこいいフィギュアでしたね。そりゃ人気も出ますよね。で、今回はまあ色がついてませんでしたので、また彩色版の展示なんかを見かけたらぜひとも撮っていきたいと思います。はい。ということで、以上となるんですが、あと少しだけ、こんな感じでフィギュア化告知もありました。推しの子愛と妖術軽井沢系、あとタクトオーパス運命とこのすば爆炎の恵み、以上の4つの告知がありました。はい。まあそんな感じなんですが、おそらくまだまだたくさんフィギュアが来るかと思いますので、またいろんなご紹介ができたらと思います。プリズマウィングさん、気になる方、お好きな方はですね、ぜひまた見に来てください。よろしくお願いします。はい。ということで、今回はこれで以上となります。で、アミアミさんブースはですね、もうまだまだたくさん展示がありましたので、順次公開していきたいと思います。はい。では最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。